とした格好でバイク乗ってる人いるじゃん、フルスーツで。うん。尊敬する。裸なのかな、下は。脱げないか。うん。こんなクソ暑いね。同じこと思ってんだよな、こんなクソ暑いのにバイク乗ってんだから。いや、ほんとそうだよ。第何バイク乗ってんだかって。ね、うん、こんなクソ暑いね。お、そっちから行くの。うん、前出ちゃうよ。暑い、そろそろオープニングやるか。じゃあ左曲がったらね。いいね、このクソ暑いのに。もう声が死んでんのはなぜですかって。うん、うわ、熱い。もう口の中に汗入ってくるよ。そんな。うん、顔だけもう汗やばい。これ左。大体3時とかなんだよね。これ左。うん。うん、しかもなんかどんどんだって初めて見た。どんどん。どんどん弁当。どんどん。なんかこの景色初めて見るね。映してる？映してる。ファミリーツリーです。最近次女が、おはようございます、ファミリーツリーですって起きてきます。めっちゃ可愛いです。あ、これ右だった。んなこと喋ってたら、まあいいや、また次。そうだ、大好きじゃん、どこでも曲がんの。うん、いけるよ。今日めちゃくちゃ暑いです。ね、やばいやばいね。乗る。言わないわそれ。時もありますが。言わないわそれ。わかんない。警察官かもしれない。ダメだ。今日はね。うん。うん、もう今日はもう暑すぎる。多分体感温度40完全に超えてるね。バイクの温度と。50度だな、ママにとっては。うんうん、最近なんかパパの YouTube に。パパの YouTube にコメントを載せてくれてる人がいるけど、うん、ぜひバイクを乗ってる人、うん、今走っているんですかって聞きたい、私は。走りに行ってますかって。うん、はい、ということでよろしいでしょうか。はい、はい、今回ですね、なんだっけ、お店。ん、海じゃない。うん、ストラート第一の、うん、食の位置。うん、そこ行きたいっていうんで、まず一発目ね、うん、そこ目指して行って、まあ涼む手もあったけど、まあなんかね、車で来ればよかったなっていうね、いろんななんか面白いお惣菜とか、うん、うん、売ってるものが本当安くて、うん、いい食材いっぱいあったよね。あった。うん、だって、うん、お魚もすごくあったね。でちゃんと多分1匹やってんで、アラとかすっごいあったから。あ、そうね、ちゃんと1匹がいい、うん、なんかこれ合ってんのかな、すげえとこ取ってる。ということで今回食事するところ、もう食事が今日メインだね。うん、もう無理ですね。うん、無理ですね。なんか敬語使っちゃって。そんでいつもの恒例のリーズナブル、はい、うん、コスパもいいっていうね、ちょっと低速屋さん今回目指して。はい、うん、で後でもう暑くてね、うん、もうこれ以上なんか多分あと元気なくなるな、喋るのね。ね、うん、ということでちょっと今回、まあ、厚木の方でランチして。はい、これ先行くと、うん、富塚商店だよ。もうちょい行ったら左曲がれば。パパのもうちょいは。いやいや、本当に本当に。この間パパが車検かなんかで行った時に買ってきてくれた、やっぱパン美味しかった。どこのパンだ？タン。タン？うん。どこでタン買ったの？豚タン。ああ、豚タンか。買って帰るか。美味しかった、ね、本当に美味しかった、うん、あ、長女ちゃんに内緒でバクバク食べちゃった。もうないよって、うん、じゃあそこも買って帰ろうか。買って帰ろう、うん、ね、せっかくだ。ご飯が進むものをちょっと。でもすごいね、そこに今の JA もあるしさ、うん、でましてやいつも行く肉屋さんもあるから、ここはやっぱ好きかもね。かいちゃんに買って帰ろうかな、食べたいとか言って。俺行っちゃうね。
母ちゃんもね気に入ってくれたよ。美味しかった、やっぱ違う。でここ246曲がって、でここだね、あこれだ、だるま屋さん、居酒屋っぽいね。うん、いいね。うん、俺さっきマック取っちゃう。おお、はい到着です。はい、なんかだるまでも好きなのかね。お、焼いてる。うん、本当だ。あ、多分俺ここ電話してる一回。今回食べるのは焼き芋を焼けるね。ということで今回唐揚げ定食と、あとレバニラ定食と、あと焼肉で白ちょっと。焼肉が、2人前じゃん。じゃあ白2人前にします。うん、白2人前。はい、かしこまりました。以上でよろしいですか。はい。美味しそう。美味しそうだね。めっちゃうまそう。2種類や。部位がちょっと違う。知ってるよね。中はさ、中は何かに隠すんだよ。タツホルモンもすごくない。隠したことないでしょ。隠せないだろ、これ。絶対隠せない。唐揚げくらい。これでは。はい。すごいね。何が？何が？私が温泉に乗って、うん、違うね。うん。ごちそうさまでした。すっごい量だね。飲んじゃいそう。あ、まだいっぱいいる。ほら。ほら。いっぱいいる。あ、木に登ってった。え？一匹。ほら、どっか木に登ってる。待ってみると可愛いね。ほら。本当だ。うわ、暑い。本当だ、田んぼあった。本当だ。もう帰ってくれって言いたくなる田んぼに。ね。見てておっかないから。気になっちゃうね。うん、干からびてほしくないもん。どうでしょう。すっごい量。ね。また苦しいね。うん。すごい量なのに、すっごい量頼んでる人いた、もっと。ね、漫画盛りってやつだね。いやー、だってペンペン叩いてたよ、あの米多分。あね。ツルツルだったもん、表面。ね。いやーい、結構食べる人って世の中いっぱいいるね。ねえ、うん、すごい、すごいよ。だからってみんなそう太ってるわけでもない、まあまあ普通の人がねえ、うん、行くんだよね。うん、初めてだね。あとね、白、うん、初めていい経験したよ、うん、ねえ、うん、まあ白自体ほら食べてんけどさ、焼肉屋さんでね。そうそうそう、でもほらなんていうの、ご当地でさ、うん、この土地で食べたことなかったからね、一応制覇だね。制覇、うん。で、噛み方どうなんだろうね。教えてほしい。私多分1個でくちゃくちゃしてまた食べて焼いて、それで私ご飯一杯いけるかもしれない。ねえ。いける。私はね、昔ね、うん、母親にね、あのカップうどんのね、うん、お揚げをねチューチュー吸ってまた入れてたらね、うん、汚いでしょって注意されたことあった、うん。でも今日やってんからね、それね。おひだれじゃないからね。まだまだもっとカリッといく。
中華屋さんで出すような町中華の味みたいな。ん？町定食？あ、町定食っていうの。唐揚げだって中華料理屋さんには唐揚げ定食ないもんね。うん。あ、今でもあるとこあるね。ああ。うん。唐揚げ結構定番なのかな。お客さん ほとんどみんな唐揚げ。そう。ね、看板メニューなのかな。焼肉食べてる人いなかったもんね。なかった。一組か。うちらが入るときに。うん。ぐらいで、あとみんな唐揚げ定食だもんね。やっぱ唐揚げってみんな好きなんだよ、思うけど。あのザックザクだったね、唐揚げ。なんでね、パパが唐揚げ食べてね、すごい顔してんのかなっていう意味が分かった。うん、歯がないから歯ぐきめっちゃダメージ食らってんもん。痛そうに食べてた。奥歯がないって致命傷だよね。いるじゃん、あそこ立ってんの。そうじゃないの、マイクの下。男の人スタッフと違うか。いや、今出るよ。傘出してんもん。これから出るよ。誰だ。ドラマーかも、もしかしたら。誰。あ、今出てきた女の子。誰。わかんない。ドラマの撮影やってるとは言ってた。 CM っぽくない。でも誰あの人。わかんない。この男の人もそうじゃん。あ、出てくる、うん、ほら一人出てくる、うん、違う。見たかった。誰だったんだ。誰ですかこの細い子は。知らん。違うなの。あー、わかんねえや。あー細いな。それにしろファミリーピーですって言えばよかった。これで今10人ぐらいあれだよ、増えるよ。